東アーザルバーイジャーン州はイランの州。イラン北西部に位置し、アルメニア共和国、アゼルバイジャン共和国及びアルダビール州、西アーザルバーイジャーン州、ザンジャーン州と境を接する。州都はタブリーズ。東アゼルバイジャン州とも。州の面積は1996年のセンサスによれば47,830キロ平方メートル。にアハル。 ポスター・ナバード、ボナーブ、タブリーズ、ジョルファー、サラーブ、シャベスタル、キャリーバル、マラーゲ、マランド、マレカーン、ミヤーネ、ハリース、ハシュトルードの14軍を要する。古都タブリーズは、文化、政治、経済、商業の中心地。国境線を介して、アゼルバイジャン、アルメニア、ナヒチェバンと接し、発達した道路網と鉄道網により、 東アーザルバー・イジャーン州は、イラン各地や国外と接続されている。州内の最高点は、海抜3722メートル、タブリーズ南方のサーハンド山。最低点は、アーハルのギャルマドゥーズ。州内の高地は、カラダグ山地、サーハンド山地、ボズグーシュ山地の3部分に分かれる。東アーザルバー・イジャーン州は、山勝ちであることも手伝い、おおむね霊療。 乾燥した気候であるが、高地以外では、カスピ海からの風がそれを和らげる。冬にマイナス1度まで下がり、タブリーズの1月の平均気温は低く、摂氏3.2度となり、氷点下20度前後まで下がることもあり、欠片の気候区分ではアカンタイに属し、高地地中海性気候やステップ気候に該当する。気温が、夏には、タブリーズでは32.9度、マラーゲでは20度まで上がる。 観光には春と夏の数ヶ月が適している。東アーザルバーイジャン州はイランでも非常に古い歴史を持つ地域でエラムの当初の首都であり、ハカ西マニ長中核の地でもある。ストラボンなどのギリシア語文献では、アレクサンドロス3世の統治下の紀元前331年、内市紀元前328年、当時メディア地方と呼ばれたこの地で、 アトルパテスタウローパイアルファータウイータ、アトルペイツという戦士が反乱を主導。それ以来、アトルパテーネータウローパイアルファータウイータニューイータ、アトラパテインの名で呼ばれている、と伝えている。これは中期ペルシア語でそれぞれ、アードルパードターパド、地名は、アードルパーダガーン、アチャピダキン、アジャペイドガンと呼ばれていたもので、前者単独では、炎を守るものを意味する。 サーサーン朝時代には、辺境指令が派遣されてこの地域一帯を統治し、この地域に、ゾロアスター教の重要な配下団がいくつか、集中していたようで、当時の中心都市シーズシス及び国家的、宗教施設であったアードルグシュナースプは、現在の西アーザルバーイジャン州のタフテソレーマーン遺跡ではないかと考えられている。イスラーム時代以降は大きく分けて、 アードルパーダガンのアラビア語系であるアーザルバイジャーン・アドハーバヤンか中期ペルシア語に近いアードルバーダカーン・アドハーベーダカンの2種類が併用されている。これらがアザラバデガン、アザルバドガン、アーザルバイジャーンと変化していった。現在は隣国アゼルバイジャン共和国も含めアラビア語系に由来するアーザルバーイジャーンが基準となっている。 アルメニア教会の聖ステファノス修道院。アラブ征服時代以降でもこの地域の重要性は変わらず、主にマラーゲとタブリーズが歴史的にその中心都市としての繁栄した。特にタブリーズはアタベク政権であるイルデニズ町やイルハン町、カラコユンル町、アクコユンルアサ、早々期のサファビー町が首都とした。イスラーム学者は、預言者ゾロアスターはこの地域、 オルミイエコ周辺の混雑の街に生まれたと主張する。その後は言うまでもなく、多くの政治的、経済的大変動がこの地に起こり、その重要性は多くの外国勢力を引きつけてきた。特にロシアは過去300年、多大な影響力を振るおうとして、様々な事件があるたびに、この地域を占領したのである。イラン立憲革命の帯同は1800年代に、この地では始まった。 第二次世界大戦中の連合国によるイラン親中の際は親中したソ連によって大アゼルバイジャン主義が煽られアゼリ語を公用語とするアゼルバイジャイ国民政府が成立アゼリ民族主義運動の中心地となるソ連軍が撤退すると崩壊 EN、ジャ、ファーピショバーリ大統領もソ連に逃れた東アザルバイジャン州の文化的に際立った特徴は言語と民族にあり 人々は、チュルク書語に属するアザリーを話す。そしてこの地域が排出した、学者、神秘主義者、詩人は数多く、モーラーナバーバーマズイード、ハージェアブドルラヒームアージャーバーディー、シェーフハサンボルガーリー、アブドルガーデルナフジャーバーニーラ、そして現代の詩人には、オスタードモハンマドホセインシャフリアールがいる。宗教指導者や、政治家では、 現在のイランイスラーム共和国の最高指導者である、アリー・ハーメネイもこの地の家系出身であるほか、元首相のミール・ホセイン・ムーサビーはこの地の出身である。イラン文化遺産協会には東アーザルバー・イジャーン州から936箇所が登録されている。州とタブリーズの市長者アラス・バーラーン生体保護区、東アーザルバー・イジャーン州は産業の中心地である。 州内に5000以上の製造業事業所があり、このうち少なくとも800が工業で、これは全国総数の6%を占める。1997年の統計でこの生産額は3億7400万ベドルであった。投資は同じく1997年の統計で総額27億ベドルである。東アーザルバーイチャーン州の主要産業はアーザルのガラス。 マラーゲの製子、アーハールスーングンの銅と、カスミーシ、は、タブリーズの石油化学コンビナーと、タブリーズトラクター製造者、アーザルバーイジャン鉄工のほか、鋳物とその半自動組み立て、食品加工、企画、靴産業、タブリーズ機械製作者などがある。タブリーズは、手工業でも卓越した地位にあり、東アーザルバーイジャン州の輸出の大きな部分を、 手工業品が占める。タブリーズの絨毯は力強いデザインと鮮やかな色合いで世界市場になおと驚かせている。ペルシア絨毯の名声は東アーザルバーアイジャーンのデザイナーの創造力と食工の腕に負っていると言っても決して過言ではない。現在、絨毯食器は週内に66020万人を雇用している。年間の絨毯生産は 約79万2000メートル、イラン全体の絨毯生産の35%、輸出の70%の量に当たる。東アーザルバー・イジャーン州は、鉱物資源にも恵まれ、1997年、現在121の鉱山が創業中で、59がさらに計画されている。ユネスコは、州内に2カ所の生態保護区を設定している。 アラスバーラーン生態保護区とオルーミーイエコ生態保護区である。東アーザルバーイジャーン州には優れた研究を行う工学系の大学が多い。州内の主要大学は以下の通り。サーハンド工科大学タブリーズ以下大学タブリーズ、教育大学タブリーズ大学イスラーム自由大学、ボナーブ、イスラーム自由大学タブリーズイスラーム自由大学。 シャベスタールイスラーム自由大学、マラーゲイスラーム自由大学ミアーネ、タブリーズイスラーム芸術大学アーザルバイジャーン、教育大学ナビーアクラム大学。ありがとうございます。